こんにちは、篠田敦史です。今回の話は、ソロピアノの時、結局左手どうやってコードを弾いたらいいのかという話です。こう調べると、まあ、僕含めてね、 YouTube でこうやってたくさん情報出してる人いるじゃないですか、まあ、みんな言うことが違うと、まあまあ多分そうなんでしょう。僕がどう考えてるかっていう話をしようと思いますね。で、僕の基本的なこう、まあ、何に対してもですけど、何かこう分かんないことだったり自分に対して困難があった時に最初にするアプローチというのは、昔の偉い人がどうやってるかを調べることですね、聞くってことです。オスカー・ピーターソンの The Way I Really Play っていうね、アルバム、あるいは、さっき調べたら、あの Exclusively for My Friends っていう6枚組のセットの3枚目らしいです。その単体のアルバムではThe Way I Really Play っていうタイトルになってます。その中のサンディーズブルースっていうやつ、 F ブルースなんだけど、最初の1分2分ぐらいピーターソンがね一人で弾いてます。でね、どんなことやってるかっていうのはちゃんと僕じゃなくてね、本人のいい見本を聞いてほしいんだけど、ほぼほぼずっと左手ルート弾いてます。ルートっていうかベースのみ。ルートっていうとちょっと語弊あるから、展開系とか使ってるからルートじゃないんだけど、全部がルートじゃないんだけど、こんな感じ、コピー、これはコピーじゃなくて雰囲気だけね。 F ブルース 1,2,3,4 ちゃんと本人のいいやつ聞いてください。でもう一個、同じような感じでトリオなんだけど、前半しばらく一人で弾いてるっていう同じパターンで、ビル・エヴァンスの You Must Believe in Spring っていうアルバムの中のフレディ・フリーローダーね、これはね B フラットのブルース。これも雰囲気だけ真似しますが、彼どんなことやってるかっていうと、左手、ベースドラム入ってくるまでずっとこうルートレスのトリオの時とかベースがいる時によく使うようなのを一生弾いてる。こんな雰囲気で、ね、ずっと弾いてるんですよ。まあ、2コーラス3コーラスくらいだったかなと思うんだけど、でそこからまあ、ね、ベースは入ってくるんだけど、全然物足りないようには聞こえないんですよ、そのエヴァンスの演奏。2つとも両極端ですね。片や、左手も単音にしか使わない、ね、ベースにのみ振る。で片やベース抜き、ね、エヴァンスで、まあご存知の通り、どちらもジャズピアノの歴史における大巨匠です、ね、どちらも多分絶対嘘ついてない、ここから導き出される結論は何でもいいってことです。例えば人によっては1713弾くんだよとか37だけ弾くんだよとかね、あるかもしれない。でそれらが間違ってるとは僕思わないの。その気をつけるべきっていうのは何を弾くかなんじゃなくて、その二大巨匠が示してくれた通り、いいリズムで弾いたら全部うまくいくの。料理とかで例えてほしいんですけど、例えばこの包丁を使いますね、これで料理、ね、しますって言った時に、例えば細かい作業、例えば皮むくのにね、野菜の皮むくのにピーラーあったら便利じゃないですか。でもマストじゃないというか、別にまあ包丁でもできるでしょ。シューマイとかふかすのにせいろっていうのかな、ね、あれあったらより本格的かもしんないけど、まあ他のなんかで代用できるじゃないですかね。本当にそれ家にっていうか、それが家にある家庭の方が珍しいと思うんだけど、ね、別にそれなくてもシューマイ蒸せるでしょ。正しい道具を探すっていうことに力を使うんじゃなくて、今自分が持ってる新しい道具手に入れなくていい、ね、今までベースでやったことない人ね、コードでしかやったことない人、それで足りてる。逆にコードじゃなくてベースでしかやってない人、それで足りてる。それでうまくいかない場合は、まあ十中八九リズムがヘナチョコなね、もうブレてるせいでうまくいってない。で例えば練習としてあるのは、じゃあベースだけやってみよう、ベースだけでソロピアノの状態がかっこよく聞こえるまで頑張ろう。1, 2, 3, 4
逆にコードだけでやってみよう。でコードの時おそらくちょっと気をつけなきゃいけないのはあのベースに比べてね、ベースの時は多分こう1拍目っていうか、あるいは全音符だとか2分音符だとか伸ばしててもうまくいくんだけど、コードは多分それやるとちょっとうるさいかな。 例えば今は左手ルート抜きのね使ったけど、もちろんこれが1713みたいなやつだってもちろんうまくいきます。的にはまあベースも入ってるし、もう一声入ってるから、そのベースとね、さっきのルートレスのねやつの中間みたいな感じだよね。それぞれうまくいった後にそれらの道具を混ぜると、まあバランスはいいよね。そのピーターソンがその長い時間ねベースで弾いたみたいにもちろん成り立つんだけど、いろんな人のソロピアノ聞いた時にね、実際に多くやってるのは常にそれっていうのはやっぱりレアケースはレアケースです。なので本当にソロピアノでってそのね、その先を目指すんであればもちろん混ぜられると一番いいです。で個人的にその混ぜて使うのがねすごく上手なのが、まあ僕の主観ですよ、まあ、ピーター・マーティン現代人です、ピーター・マーティン僕たびたびね動画で名前出すと思いますが、彼今でこそあんまりやってないんだけど、まあ、コロナになってから毎週金曜日にソロピアノの1時間の配信ずっとやってて、でアーカイブ残ってると思うので、どれでもいいから見てほしいんですけど、説得力のある演奏なので、まあ個人的にはね、その混ぜた状態のうまくいってる例として分かりやすいかなと思ってます。ということで今回はソロピアノのね左手結局ね何弾くのがいいのっていう話をしてみました。最後までご視聴ありがとうございます。